はい、ということでおはようございます。2024年3月15日、音声レポートとしてね、今日もやっていきたいと思います。今日はですね、相次ぐ神社本庁からのね、離脱というテーマで、一部ね、こういう界隈では話題になっておりますけれども、皆さんね、神社の先行きってどうなるかご存知でしょうかと。実はね、言霊学ですでに神社の先行きっていうのはですね、見通しが立ってるんですね。これはですね、感情論ではないお話なんですけれどもね。なんで今日は気になっている方もいらっしゃると思うんでね、そのことについて言霊学的な観点というね、部分から神社の先行きのお話と、あとは日本とね、世界の市場動向と、暗号資産ですね、暗号通貨の市場の動向と、災害情報ですね、地震情報についてやっていきたいと思います。地震に関してはね、ちょうど昨日もね、説明してましたけれども、震度5弱程度のね、地震が起こりますよということで、やってきた予測がですね、昨日起きたということでね。結構地震情報もね、だから今、最新の科学っていうのは、結構、なんていうんですか、当てになるようなね、感じになってきてるんでね、結構これをね、見ていくことが重要かなというふうに思います。ということで、本日のね、音声レポートの方をやっていきたいと思います。